できてるぜ。六眼竜、ご機嫌いかがか。竜の刀を狙いに来たのだが、問題はあるな。代わりにあんたは何をくれるんだ。では、彼らの死を。靴を抜けるなら気をつけてくれたな。先はな。驚いただろう。なんだ、楽しみちんや。どうだ、小次郎。やつに慣れるこの俺だ。俺は手を引きつける。お前に先をつけ、承知いたしました。松永軍の集団部隊、そう呼ばれて、一人減ったら一人足す、二人減ったら二人足す、三人減ったらそこで終わりだ。唯一の矢先に置いてるとは無視してんねん。もらうぜ。もらう。押し潰してやんな。もらうぜ。消すのなら、まあ問題はな。刀のために部下を殺す。まっとうな考えだ。私も問題なくて。完全にすんだよ。お前を倒してみなさい。それだけのこと。毒が無理で、K は時間を守るだけ。あいにくだが、ワンピに使う時間は。無造無造の輩からでも、そうすまさまさま、ここはこの小次郎にお任せ。あなたの手を失わない地で汚す必要はない。 OK、 それを一気に見せてみよう。今日は何が起こっているのか分かんねえ。てめえは手に言い方だ。私はこれと決めたものはすぐに欲しい。あまり散らさないでくれないか。やつに隙を与えるな。腐ったこの仕事を叩きてやれ。心得ておりますよ。これじゃ隙にはさせん。人生はこれだからわからない。偽善が欲しいなら要素で行くのが一番。バカどもな。残念だが、人はそんなに優しくはない。行くぞ。
勝負、この雪村が地下と目をかけた。守るべきは道一つ。押し勝てもらうぜ。陣形を殺すな。取り囲もうだ。もらうぜ。もらうぜ。死ぬ気で来い。手加減はなしだ。山田進め。カイドウを落としてみせようぞ。素直に答えてもらえようと思った。てめえとお友達になった覚えはねえんだから。真田金堀衆、足をかけよう。情けをかけるつもりならやめておけ。その余裕がてめえの命を終わらせる。押し負けんな。かけ渡せ。熱血突撃。思ってだね。
それはどこまで持つか。それがまことの勇気なり。さながら雪村、まさにそのままの俺だ。だがてめえの熱血の早起きはねえ。てめえには命をかけて守りたいものがあるか。俺にはある。だからここは通すかね。その気持ち、しかと受け止めた。気分の全力、見せてください。闘魂絶唱ならものは音にも聞け。馬とはの闇に光一つ。下からものは目にものを見ろ。小十郎、お前なら俺がこういうことを分かっていたはずだ。ならば何度でも申し上げましょう。あなたは決して死んではないのです。傷を負い、大地をその地に濡らせば、徳川の目が舐められて黙ってよったんだ。お前の立場を忘れた。お前のはずだ。子供じみた考えは控えねばならぬことを。そんなことは俺が一番分かってる。ならばまさか彼のことを思われよ。あなたの席の重さを考えるのです。あなたは天下を目指すことを選んだ。もう決断したのです。決断じゃないか。やってみな。この俺を取り殺してみせろよ。どうした。ぼんやりしてたら命が散るぞ。手加減したとでも言うつもりか。俺を怒らせんじゃねえ。ジョークなど、こうはすなのよ。気が足りねえ。まあ関係ねえ。まあ、たまにはこんな状況もあるんだね。どうした小十郎。もらうのは止めないのか。雅紀さん、なんという無茶を。どうかご主張なさいよ。貴様は見えていない。だから俺にしたとでも言うつもりか。俺を怒らせんじゃねえぜ小十郎。ゲッツ。俺は死を恐れねえ。死のうと思ったことはいつでもねえ。もうそれさ、そう、お前が
果を見捨てるような、そんな無責任な対象になる気はねえ。ゲッタ、どうした、メイルしてて命が違うぜ。なんだ、生きていたのか。ルーの耳、君は死にたい男だね。まったくだ、俺はこの死にかさに感謝するぜ。やめろ、やめろ。部下を失礼する。たった一人で何をしに来た。独眼竜の仇を取りに来た。もらうさえもと、もらう奪われたものを。私の趣味は高みの気を捨てて、やめろ、やめろ、やめろ。我が術式は天皇が動かす。来てもらったのにすぐよ。龍の刀はここにいる。そうだ、やめろ。今さら器の小さいことを言わないでくれ。我らの術は削り取られたし、久しぶりだな。お前もしつこいな。しつこすぎるが嫌われる。Come on.
手らい目的で俺を殺せるもんなら殺してみろ。また会ったな。相手たちの部屋に縁だ。もらうぜ。言ったはずだ。このまま果てないと。今日は天田三枚目だ。下段裏はあちらだよ。恐れ入った。人質との俺の刀を返してもらおう。返事はいらない。てめえの了解は無用だ。六安流はなぜ来ない。これも策略か。てめえのような男を葬る汚れ役は俺一人で十分だ。あの人がどんな人であろうと俺たちは構わない。狙うぜ。背筋がざわめく。大丈夫だ。仕事しても一瞬にする。どうして取り除いてやればよいか。これで六郎の守りの生き物を。頭の闇に光一つ。今までは拉致が当たる。聞いてこい。
俺の死に場所は俺が決めるぞ。うるせえな！